本テーマは、令和4年度に、株式会社新潟マシンテクノ様との共同研究により実施したものでございます。まず研究の発表内容ですけれども、まず研究の背景内容につきましてお話し,し、その後の形状測定システムを開発したのについてお話ししてまいります。天群データ処理の流れですとか、各種機能のご説明、またワークの形状認識技術ということで、合成機能ですとか形状判別機能についてお話し,し、最後はまとめとなります。 はじめに、あの、共同研究企業の新潟マンシンテクノ様をご紹介したいと思います。こちらの会社様、あの、本社工場が新潟市東区にございまして、国内外に8拠点を持っておられます。設立は2003年4月ですけれども、前身の旧新潟的工場から合わせますと、約100年、あの、工作機械を作られている、新セルメーカー様でございます。 売上98億円、250名の従業員と、使用製品が横型マシンニングセンターフライス版ということで、近年は FMS ですとか、多機能のセルコントローラーなど、ファクトリーオートメーション分野にも力を入れておられまして、比較的大型の工作機械を特立されておられます。今回の研究の背景でございますけれども、今回のテーマは、大型のワークの機上測定ということになります。 今回、加工の対象である大型の煮物部品というのは、まあ、その大きさゆえに寸法のばらつきが非常に大きいということで、加工機にセットする前、前の段取り作業が非常に大変で時間がかかっているという、えー、ことがあります。そのため、ワークの基準、まあ、測定を行いまして、まあ、基準位置からの、まあ、ズレを把握したり、えーまあ、またベストフィットの位置に、まあ、調整をしたいというようなニーズがあります。でそれに対しましてあの、ワークが基準より、例えばあの縮んでいる場合は、 形状、まあ、残しが出たりとか、またエ、エアカットが長くなってしまい、加工効率が落ちるというような要因になりますし、ワークが基準に膨らんでいる場合は、まあ、工具やタッチブローブをまあぶつけてしまって壊すということがあるということです。で、またあの、間違ったワークを加工してしまうということもありまして、その場合あの、ワークも非常に大きいものですから、損失がまあ数百万円になるということもあるというふうにお聞きしております。で、本研究で、あすみません。えー 本研究で形状測定システムを開発する効果としては、まあ、段取り作業の効率化ですとか、間違った枠の判別、えー、ですとか、工具の干渉チェックなどが実現することが可能となるということと、えー、今回の対象である枠の、まあ、大きさというのが約1メートルぐらいありまして、まあ、精度が0.5ミリ未満というのを目標にしております。まあ、ちなみにあのマシンテクノ様の方では、 これまでステレオカメラによる計測システムも開発されておられますけれども、まあ、目標の精度が出ないですとか、解像度を上げるとキャラビレーションが難しいなどの課題がございまして、弊社のにまにご相談されて、共同研究を実施するに至ったということでございます。で研究の内容ですけども 大型ワークを今回3次元スキャナーで非正直測定し取得した天群データを使って基準ワークと測定ワークの内外判定ですとか事例量の計算と表示を行うとでまたあの測定点の、まあ、あらかじめセットした測定点の合否判定などを行ったり正しいワークかどうかのチェックを行ったりする、まあ、これから実現するプログラムを開発しました開発ツールとしてはあの言語に Python で,であの3次元天群処理ライブラリの Open3D と 画像ライブラリの OpenCV、数字計算ライブラリの販売などを使っております。で発表内容ですの,その形状測定システムの説明になりますで。システムの構成としまして、今回使用した3次元スキャナー、フォトネオ社の保機子 3D スキャナー L というものを使っております。この主な仕様としては、XI 方向の測定範囲が、まあ、焦点距離で X1082、まあ、Y772 ミリ。 奥行き方向ですけども、えー、Z870 から2150ということ、でまたキャラベーション精度ということで、えー、っと焦点距離で0.2ミ、mm、リマミアンというふうになっています。えー、このスキャナー、ーレーザープロ,、えー、プロジェクターとカメラがありまして、プロジェクターの方から投影した島パターンをカメラで撮影しております。でこの時に島パターンの幅を順次切り替えて投影しておりまして、これによりあのワーク、まあ、ラインレーザーを操作するような効果がありまして、えー、3次元 形状を点群データとして取ることができますで。これをパソコン等でコントロールデータ処理し、NC に送るということをやっています。でまたあの、ワークを載せるパレットはインデックス回転機,能機構がついてまして、まあ、90度ごとの回転が可能でして、測定面を切り替えることができます。で点群データ処理の流れです。で下の図のような流れで、えー、処理を行っています。まず 3D スキャナーで基準ワークと測定ワークの点群を取得します。 天群デー,タのデータの数というのは数万から数十万ということで、かなり大型の天群データになるんですが、それも処理が重い場合はダウンサンプリング等を行ってデータの間引きを行いますで。測定ワークの天群が基準ワークの天群の内側にあるか外側にあるかということを判定しまたその存在量を計算し、カラーマップ等で最終的に可視化するということをやっています。でこの中で天群のデータの放線推定ですとか、経理釣り構築、希望点探索、また 点群、えー、教育計算、点群位置合わせ、えー、変換行列計算などを繰り返して行ってまして、まあ、ここで使用したオープン 3D というのは非常に優れたライブラリで3次元点群データを扱うさまざまな関数を用意しておりまして、これは用意実現しております。点、え、群、ー、データのずれ量の算出方法についての説明になります。このような以下の流れでですね、えーえー、っとずれ量を算出しています。まずあの、基準ワーク上の クエリー点に対して測定ワーク点群の近傍点探索というものを行って、近傍点をまず探していきます。その時に、あの、勤房点は個数ですとか探索半径を指定しております。で、抽出した点群、まあ、N 点として、その中で、まあ、重心と競合散行列を計算し、近似平面を求めています。で、最後にそのクエリー点と近似平面との距離ということで、それをずれるようとして計算しております。で、点群データの内外判定、 まあ、すなわちずれ量のプラスマイナス判定についてですけれども、えー、基準ワー,クワーク上のクエリ点が、まあ、測定ワー,ク、えー、ワーク点群の内側にあるか外側にあるかというものを判定するものになりますけれども、まあ、事前にあの測定ワーク上の点群の方線をまず求めます。で、その後に、えー、基準ワーク上のクエリ点と、えー、最近棒点、一番近い点を見つけまして、まずそのベクトルを作ります。V0 ですけども でまた、最近傍点の放線ベクトルが、えー、VN ということで、2つ定義しまして、2つのベクトルの内積を計算しております。で内積がプラスの場合は、えー、この左図のように、えー、測定ワーク点群は内側にあると判定し、えー、マイナスの場合は、右図のように、えー、点群、測定ワーク点群が外側にあるというふうに判定しております。で次は KD2 というものですけれども、これは、近傍点探索というものを頻繁に繰り返すんですけれども、その時に、 高速化するためのデータ構造になりまして、近,近傍点探索を行う前に構築するものです。軽、えー、次元空間上の点群データの2分割を、まあ、例えば今回3次元ですけど、XYZ という順番で繰り,返し、えー、繰り返すことでデータを追常に構築することができまして、今回例えばクエリ点に与えますと、それがあのこの C グループに属する、ね、ということが分かりまして、でそこからこ,うこの半径で引っかかっているグループをですね、 中心に、まあ、これだけを探索するということで、まあ、探索データの絞り込みによってです、ね、計算大幅に、計算時間の大幅な短縮が可能となります。で次にパレットの割り出し誤差排除機能です。で今回あの使用しましたワークを載せるパレット、割り出し装置なんですが、まあ、機構的に若干のガ,スごご、えー、ガタがあるということで、この、えー、っと角度誤差が入っているんですが、それはワークの位置合わせの際に、 えその誤差をキャンセルした上で、えー、とパレット基準でずれるを求めたいというふうなニーズがありまして、えー、考えたものです。えー、まあ天群データをワークとテーブル、まあ、2つに分けましてパレットだけの点位置合わせとワークだけの位置合わせをして、まあ、2つの ICP アルゴリズムというものを使用して姿勢変換行列を求めています。でここで ICP アルゴリズム テテレティブクローゼットポイントということで、これはの、えー、繰り返す計算によって2つの点群を、まあ、徐々に近づける、まあ、精,密は精密にするという、まあ、有名なアルゴリズムでございまして、えー、大まかにはこの1から4の流れを繰り返すことによって点群を徐々に近づけていくという操作になります。えー、まず、ソース点群 P とター,ゲットターゲット点群の X の対応付けを、例えば最近棒点などで行いまして、その後に合体変換、行列を推定し、で変換後の まあ変換した姿勢,姿勢を変換しまして、その収束判定を行っているということを繰り返していきます。えー、STL の出力機能ということで、えー、開発したものですけれども、今回 NC のまあ干渉チェック機能を使いたいということで、えー、そのための、まあえー、とデータ変換機能になります。えー、天群データですを、まあ、あのいわゆる三角形のですね、 えーと連結で構成するメッシュを再構成するような方法で、まあ、している形式と保存すると、これにはあのオープン 3D の,関数,の関数ですとか、メッシュラボというフリーソフトの Python モジュールを使っております。で、えー、と次にあの、ワークの形状認識技術のご説明です。えー、今回あの、えーと、3次元スキャナーではどうしてもあの片方から照射してです、ね、見える部分は見えるんですが、かけている部分というのは形状は取れませんので、 で今回、パレットをです、ねまあ、90度ずつ回転させまして、4方向から点群を取るということをやっていますで。その点群データを最終的にまあ合成するという機能になりまして、まあ、技術的な3次元モデルを作るものです。まあ、これによってあの、えー、形状判別ですとして、干渉防止などのさまざまな機能への展開が可能となっております。形状判別機能のご説明です、えー。間違ったワークを取り付けてしまわないように、それを防止するための機能,機能になりまして、 まず2つの点群、基準ワークと測定ワークの点群を、まあ、事前に位置合わせを実施します。で、その後に、えー、っと、まあ、類似度ということで、最近傍点との距離の閾値を超えた点、まあ、ここで言いますと、この赤い部分ですけども、この点の割合、全体点群の数の割合ということで、計算して判定しております。で、これで、あの、あらかじめ登録している部分、基準ワークと 今回測った測定ワークの経済の近い部分がま赤色で表示されると、で類似度がある値以上ですとまあ、違いますよという風な判断で表示されるというものですで。これでまとめになりますけども、今回この上のような研究課題につきまして、研究を実施しまして、1から4のま成果を得ることができました。 今回、3次元スキャナーによる基準測定を行って、天群データの内外判定ですとか、まあ、ズレ量を計算するシステムを開発し、目標精度を満たすことを確認しております。また、ワーク形状の違いを簡易的に判別するための合成機能ですとか、形状判別機能を開発しました。また、NC の干渉チェック機能を利用するために、スチール出力機能を開発しました。今回、紹介しませんでしたが、並列処理にも取り組んでまして、計算の高速化、約1.7倍というふうな成果が出ております。 最後に少しあのお時間がありましたら、えー、っと、ちょっとあの動画をお見せしたいと思います。このような形でですね、えー、っと、こちら側、えー、っと、左側の3十の描画エリアで、こちら側にあの、えー、っと、基準、測定点をですね、8点こう指定することができまして、これはあの基準ワーク上の点をですね、まあ、任意に指定することができます。でこの点でた、 えーと点の位置をですね、まず保存しまして、こちらには敷地ということで、その3次元距離の敷、ね、地を設けてます。で今回、この20の場合ですと、このような形でですね、色が赤系にこう変わってますけども、取り付け位置が OK の場合は、まあ、ほぼ OK という点、判定でですね、こちら見ていただきますと、まあ、水色の状態であまり距離がないよというふうな結果です。で で、あの私の方から説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。